とは中国思想や道教や中医学などの用語の一つ。一般的に気は不可視であり、流動的で運動し、作用を起こすとされている。しかし、気は凝固して、可視的な物質となり、万物を構成する要素と定義する解釈もある。宇宙生成論や存在論でも論じられた。政治は気。日本での略字は気。関体字では気となる。 説問会時では、木は、木脚数米なり、中米規制。都市、段玉最中では、木木古根あざ、地域ため雲木地、の、また咲くため臨球アざ確か、基本雲木、引き伸ばしため盆木の、という、運気の意であった木が本字で、数枚の意の、木が音通で使われるようになった、その他の意味は、運気の意味からの派生であるというのである。また、同様に説では、 木は、雲木なり、象形、とある。しかし、運気の意義から、規則の意義が引き出されるというのは、やや返しがたい。また、木は、害であり、気域の義であるという小辞書もあるため、少なくとも、規則の意義も本来の意義であったとみなすべきであると思われる。木は、英語のオーラやラテン語のスピリゥス、ギリシア語のプッシュケ、ブネウマ、ヘブライ語のレア、 あるいはサンスクリットのプラナと同じく生命力や聖なるものとして捉えられた規則、つまり息の概念が関わっている。しかしそうした霊的、生命的規則の概念が運気、水蒸気と区別されずに捉えられた大気の概念と一つのものであるとみなされることによって、初めて思想上の概念としての気が成立する。雲は大気の凝結として捉えられ、 風は大気の流動であり、その同じ大気が呼吸されることで体内に充満し、循環して体を復活する生命力として働く。つまり、ミクロコスモスである人間身体の呼吸とマクロコスモスである自然の気象との間に大気を通じてダイナミックな流動性としての連続性と対応を見出し、そこに霊的で生命的な原理を見るというアイディアが、 という概念のの原型なのである一方では人間は息をすることで生きているという素朴な経験事実から人間を内側から満たし、それに生き物としての勢力や元気を与えている、あるいはそもそも生かしているものが規則であるという概念が生まれる。そしてまたそこには精神性、霊的な次元も生命的な次元と区別されずに含まれている。 ただし、精神的な次元は、後代には、理の概念によって総括され、生命的な力としてのニュアンスの方が強まっていく。他方では、意気は、大気と連続的なものであるから、気象、すなわち天気などの自然の流動とも関係づけられ、その原理であるとも考えられていく。自然のマクロな事象の動的原理としての大気という、経験的事実から、大気に関わる。 気象関連の現象だけでなく、あらゆる自然現象も、一つの気の流動、理合集散によって説明される。この次元では、気は、アルケイとしてのエーテルである。この霊的な生命力として把握された規則であり、かつ、万象の変化流動の原理でもあるという原点から、ついには、生命力を与えるエネルギー的なものであるのみならず、ものの素材的な基礎。 普遍的な倍質とまで総額では考えられるようになった。こうした由来ゆえに、気は、一方では、霊的、生命的、動的な原理としての刑事上的側面を持ちながら、他方では、具体的で普遍的な素材的機体でありかつ、普遍的なエーテル的倍質であるがゆえに、物質的な刑事化的側面も持つという二重性を持つことになった。木は、物に宿り、 それを動かすエネルギー的原理であると同時に、そのものを構成し、素材となっている、普遍的物質でもある。従って、例えば木一元論は、必ずしも唯物論とは言えない。中医学における気はその主な活動部位により、名称が異なっている。中医学は、漢方、神灸、気候などに分類される。漢方は、生薬などを患者に服用させることで、 臓器のバランスを整え、軽絡の流れを改善し、体内の気の流れを良くして、病気を改善させる方法。心球は、軽絡上にある壺を刺激し、気の流れを整え、臓器の調整を行い、病気を改善させる方法。気候は、通じにくくなった、軽絡中の気の流れを、より直接的に開通させて、病気を改善させるとともに、患者自身が、 体内の気の流れを良くして、バランスを図れるように調整する方法である。戦国時代末期、創始では、気の集合理算が、万物の生成消滅という変化を起こしていると、説明している。また、陰陽に気という、相反する性質を持った気によって、多様な世界が形作られるとした。そして、気の上位に、道という根元的な実在があるとされ、 老子四十二章の、同性一一性二二性三三性、よろずものよろずもの深げしかもかかえび、お聞きもった目は道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生まず。万物は影を置いて、火を抱き、お聞きもって、和をなす、と、相まって、根元的な実在である道と万物を構成する、木という宇宙生成論が唱えられた。 一方でどうかの思想からは後に人体に流れる気への着目により、千人の養生術としての動員が生まれた。これが、近代中国では、宗教職を廃止気候になる。儒教の継承で、宇宙生成論を扱うのは、液教のつてである。刑事上伝には、対局領義音蔵八掘とあり、漢代には、領義は、影と火の二気に、宇宙の根元である。対局には、 春秋学の元の思想から生まれた元気に素定され元気音明四字万物というモデルが提出された。宋代になると周頓意が対極図に基づいて対極図説を表し同教の無極を取り入れて無極対極音明五行万物化成の宇宙生成論を唱えた。周頓意は後に手記によって取り上げられることになるが手記は同教的な 無を嫌い、無極よりして、対極を成すを、無極にして、対極と無理やり置き換えている。超はじめは、世界、万物は、木で構成されており、世界には、木が離散して流動していて、木が凝固すると万物ができると考えた。また、木のあり方は、人間の道徳性と関わり、流動性の高く本来的なあり方を、天地の性として優れたものとし、 凝固した現実的なあり方を、気質の性として劣ったものとした。南宋の手記は、超初めの木とほどおがい、抵抗の理を融合して、理気に言論を唱えた。世界に、アプリよりに存在し、木の集合理算を秩序づける法則、理法を理と呼び、理先記号を主張した。手記は、人間の死を、木の理算とし、一旦理算した木は元に戻らないと考えた。 しかし、弟子に、では、祖先祭祀はどうして行うのかと問いただされ、これは、趣旨学の重大な理論上の欠陥となった。秋代中期になると、李崎季語に対して、理義相則が唱えられるようになり、李は、気の条理とされるようになった。このように、理義論は、気一元論へと収束されていった。そして、真の対真に至っては、 理は気によって生じるアポステリオリなものとされるに至った。日本では伊藤人才が同様の主張を唱えた。武術では独自の気の概念、理論を持つ。日本武道では合気道が有名だが、日本の武道と中国武術では解釈に若干の違いがある。気についてわかりやすく他のものに伝えるため、宗教的な気の捉え方を合体させた流派。 門派も存在する。また、円筒という相手の体に接触せず、相手を倒す技術が存在する。これは、離れた相手に気を当てるといった技術である。円筒を放って、相手の姿勢を崩した後に、弓で矢を放って射止めたと言われている。なお、同盟の遠距離攻撃術もある。武術における気とは、体の、心筋の力、張る力、 重心移動の力と言われることが多い。これらを鍛えるため、様々な鍛錬を行う。また、力無と屈筋に力が入ってしまい、張る力を阻害するため、逆効果であると申される。なお、心筋を働かせても、力無感じはなく、張る感じがするだけである。連行の基本段階では、相当中医学の期欠などの理論体系をもとにしており、まずは健康目的で、 中国武術を始める人もいる。その典型なのが太極拳であり、中国政府によりまとめられた24式太極拳の普及によって、太極拳は体操のようなもので武術ではないという誤解すらあるが、これは太極拳という名前だけがあまりにも有名になりすぎたためである。太極拳をはじめとする中国武術の流派の多くは、 初強しを習得することを入門者の目標としており、そのために見た目の単調さとは裏腹に、辛い姿勢での連行が繰り返し積み重ねられる。日本語には、気という言葉を使う表現がいくつかある。中国哲学の気の概念のうち、物の構成要素、素材としての意味の用法は、ほとんどなく、元気などの生命力、勢いの意味と、気分、意志の用法と、場の状況。 雰囲気の意味の用法など、総じて精神面に関する用法が主である。気になる、気をつける、気を使う、気がつく、気に触る、気が散る、気をやる、気合い、など。なお、漢洋区、病は、気から、の、気は、本来は、中国哲学や、伝統中国医学の気であるが、今では、気分、元気などの意味に変わっている。 江戸時代の儒学者で、日本の環境保全の先駆けとなった、熊沢万山は、その理念のもととして、新規という概念を掲げている。熊沢の語る新規は、中国の木のような流れや作用はなく、降雨による湿潤な空気と、多様な植物が作るアニミズム的感覚を指す。主に金銭の呪樹が含まれる医療の面で、問題となるケースがある。西洋医療には、 気という概念はないが、前述のように、中医学領域において、気という概念が取り扱われることがある。また、気候療法においては、気の概念はなくてはならないものである。デングユ、ズー・シュンリー、デングハイ、ジェネラライズド・クワンタ、ウェーブ・ウィズ・チー・オン・トラディショナル・チャイニーズ・メドシーン、ジャーナル・オブ・マセマティカル・メディシン、2002、15ハットデング、ユエ・トール、レーション・オブ・チー・ウィズ・モダン、 エッセンシャルオントラディショナルチャイニーズメディシンチー、チーセット。チーエレメント、ジャーナルオブマセマティカルメディシン、2003、16デングユ、ズーシュンニ、シューペンエトール、サカイ、主戦率、情報、ニュートランスレーターウィズキャラクタリスティックオブシーン,ン・ヤンゴーギョウ、テキトクユクヨシンエイ、チャイニーズジャーナルオブインテグレーティブメディシン、中国中西医、合わせし、2000。 二十ングユサカイ、と、フレッシュトランスレーターオブゾング、シャンフラクタルファイブシステム増殖文系語系的、シニ英、チャイニーズジャーナルオブインテグレーティブメディシン、中国中西医、合わせし1999ングユ、ウヒトシ、ネイチャーウィズマスフィジクスイン、ヤンスーリ、ヨ、ジャーナルオブマセマティカルメディシンスーリー学九1999年、デングユエトール、ウヒトシ、 適科学本、及び数理課立て、Chinese Journal of Basic Medicine in Traditional, Chinese Medicine, 中国中域医学、四千九百九十八、二時五十九分マイナス六十一、弁具油、うひとし、DCM フラクタル説注意文形衆、Journal of Mathematical Medicine、数理医学士、千九百九十九、十二、二百六十四から二百六十五、 ハットデングユー、ズーシュンリー。シューペンエトール、サカイ、主戦ョ情報トシ、エッセンスニュートランスレーターオブチャンネルズ、英文信用、チャイニーズジャーナルオブインテグレーティブメディシン、中国中世、合わせし、2020、615ハットエウー b ーダシン、風水という名の環境学。 中国文化百科、農文教2007年 ISBN9 兆7845億43970ピアニッシも182から195医学中央雑誌で検索しても2005年から2010年で該当する論文は1件のみである。定方美恵子、山田幸子、看護療法としての寄稿その可能性を模索する日本。 看護技術学会学術集会講演小6集6回ページ32。ありがとうございます。